K4 カンパニー。皆さんに支えられて生きてた。これ僕です。ジョーカー。これはもう君たちです。聞けば聞くほどちょっと分かんなくなる。3つが俺たちです。おはようございます、小松翔平です。おはようございます、佐野健太です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、増山武明です。外国の方ですよ。多分きっと中華は火力が大事。中華は中華じゃないですよ。めっちゃイタリアっぽくない？めっちゃイタリアっぽくない？風貌はね。この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。はい。ということで今回はバレンタイン直前の配信ですよ。チョコをね渡したりするでしょ。バレンタインですか。バレンタインは、ね、まあ、逆チョコ、友チョコとか、まあ、自分へのご褒美チョコとか、そういうのいろいろあるんですけども、はいはい、まあ、僕たちがお届けするのは警報頑張りですから、こちらです。秘密の社内チョコ大作戦。え、弊社は大丈夫なんですか、社内恋愛は。確かに、ね、担当してもらわない。そうです。別にそういうね、恋愛だけじゃないですから、僕たちみんな男だから、男からもらうチョコみたいな。そういう感じのやつです。あ、もう決定なのね。なるほど。そうそう、すごい大事なところに触れずに遠回りしてゴールにたどり着いたらうまいこと。なるほどなるほど、そういう世界線なの。そうそう、男同士の友チョコも秘密な感じで渡せば。ますます怪しくねえか。ちょっと待って、完全に発展カンパニーじゃん。やばい、おい、今さらお前初期のもの出してくんじゃないか。初期も初期で、やっとみんな忘れてんだからそれ。今ですね、机の上にカップケーキがありますね。こちらを思い思いに我々でデコっていきます。いろんなね、材料がありますので、こちらを使ってデコって完成したら、カメラの前の社員さんにキュンとくる逆チョコセリフを言ってください。シチュエーションは、いつも警報カンパニーの仕事を一生懸命頑張ってくれているあなたへ、他のみんなには秘密でご褒美チョコケーキを渡す。あら、こっそり、こっそり一人だけね、あなただけに、こっそり。はい、ということでこちらがデコレーションの出来栄えをまず見ていただいて、こちら5点満点です、はいはい、でセリフも見ていただいて、そちら5点満点、それぞれをスタッフさんが、評価してくれます、で総合得点が多かった方が優勝となりまして、まあ、スタッフ、まあ、男なんですけど、その方からチョコもらえるっていう。嬉しい。はい。じゃあ、はい、友チョコ目指して早速やっていきましょう。デコレーションスタート。はい、じゃあ行ってみましょう。どうしようかな。1個使えるけど、1個こだわってもいいそうですよ。あ、なるほどね。あ、なるほどね。はいはいはい。でも俺やっぱできるだけたくさんの社員の方に渡したいから、2個ともこだわろう。え、でもハマちゃんと秘密に渡さないとダメだ。こっそり。あ、でも一人ずつはあのすごい大事に、まあ一人でもたくさんの社員さんに届けばいいと思ってるので。じゃあハマは渡すシチュエーションを何回もやってくれるってことね。ありがとう。おお、なるほど。とか、さてと。でも制限時間があるから、結果的に1個になった場合は仕方ないですよね。俺のあげる、俺のあげる。バナナホイップありますか。え、バナナホイップあるの。え、嘘嘘。バナナ、おお、ほんとだ。使うにはそんな。へえ、チョコ、イチゴ、メロン。お、何これ出てるの。いいんだよ、増本さん料理お上手じゃなかったですっけ。いいんだよ。オッケー。あと1個は俺のために作ろう。あれ、社員の皆さんのためにっていう。ああ、あの僕も社員なんで。終了。よろしいですか。はい、はい、いやでもいいと思います。あ、いいんじゃないですか。完璧だよ。じゃあ僕からいきますよ。僕のデコったカップケーキはこちらです。これ何、どういうコンセプトなんですか。これは秘密の社内の戦いチョコ。社内の戦いチョコ。これ見てください。戦い要素はどこにあるんですか。これ戦いって、わかんねー。やっぱり恋愛も戦いっていうじゃないですか。浜さん、どうぞ。こっちは僕が個人的に食べるやつです。僕が作ったのはこちらです。じゃじゃーん。これ一見すると黒いベースの上に生クリームが乗っかってるだけなんですけど、違うんですよ。これ、この生クリームの下にこれ、このイチゴのホイップとバナナのホイップをめちゃくちゃ詰め込んでるんですよ。おお、この白の中に。そう、この白の中に。なんでわざわざ隠したのかっていうと、警報カンパニー、今年は開けたらびっくりするようなたくさんのいろんなプレゼントを皆さんにお届けできればと思いまして、今回ですね、こういう形であえて隠した感じで僕の最高のバレンタインをお届けさせていただこうぜ。
って感じです尻すぼみに自信がなくなっていくのがひしひし伝わっちゃっています。じゃあ松本さん、はい、2つありますね。こっちはですね、僕の、今年のなんだろうな気分というか皆さんに支えられて生きてるな、これ僕です。あ、これが松本さん。僕です。めちゃくちゃ笑ってます。そうですね、笑顔でだいぶご機嫌な感じになるみたいな。ジョーカージョーカーまあまあでもこの4つのね 木なんですけど、木こう木なんですか。木です、木です。クリームで木を、クリームで木を、森の中に今森の中に僕はいる気分なんですけど、これはもう君たちです。あ、俺ら木なんですね。そう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 。でも4、え、でも色が5個あるよ。あ、本当だいや待って待って、ちょっと聞けば聞くほどちょっと分かんなくなる。3つが俺たちですね。だってだからこれが増本さんだから残りの木が 1,2,3 本だよね。お、2つ外していいかな、これ。あ、じゃあこれは新規社員ということで。あ、なるほど、今年からまだ見ぬ社員、まだ見ぬ社員。うわ、こいつうまいことやりやがったな。ちょっと荒すぎ多いですね、うん、じゃあちょっとこっち問題作、はい、問題作、はい、これはもう単純に俺が一番美味しいと思う。ほら、あ、メロンモンブランみたいなみたいな。メロンモンブラン、いや、それはこれ、あの、一応秘密だよっていう秘密って書いてあるんですけど、でも、とりあえず俺ちょっと食べてみたんですけど、はい、メロンのこれめちゃくちゃ美味しかったメロンのそれは美味しいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあ、増山さん、いや、俺のこれどう、うん、めっちゃ良くない。あれ、ちょっと待って、いやいやいや見ての通り、これハマさんですね。見ての通り、見ての通り、目がピンクですね。この目が紫で眼鏡かけてるのが増本さんですね。お、色白だ、ありがとうございます。目が青いのが小松さんですね。お、口がへの字になってる、はい、戦いたい時ですね。操られてる時で、この目が緑、僕ですね。まあ、これをですね、うん、K4 カンパニーをいつも支えてくれてるわけですから、もうこれでもう K4 を上げちゃおうっていう。 K4 はもう君のもの、僕らのもの、みんなの K4 だよっていうのを表現したんですけど、なんかケーキ、2つのケーキちぎってボロボロになってる。いや、それはそっち側は隠してるからいいですよ、別に。なんかあの小学生からプレゼントされるとすげえ嬉しいです。作ってくれたのこれ、ありがとねって言います。でこったのかなっつったらちょっとなんかね、そうですよね、そうですね。もうちょっと顔描いて終わりみたいな感じが。本当に進めてくださいじゃあ早速ですね、まあ第一段階ですからこれ、はい、デコレーションの点数をですねスタッフさんにお聞きしようかなと。はい、出ましたというわけで、結果、お、小松3点、お、浜さん4点、やったぜ、増本さん1点、そう、浅山さん2点ということで第一段階は浜さんが勝利ですね。マジかよ、ありがとう、マジかよ。僕の3点は愛は戦いということを、なるほど、しっかり分かっていただいた、うん、なるほど、なるほど、伝わりましたね。浜さんグッド、うん、シンプルいや、まあまあ確かにコンセプトしっかりしてた、うん、まあ、ありがとうございます。松本さんが甘味の暴力、あ、ちょっとだからやりすぎと、甘味の暴力、カロリー的なね、あ、なるほど、そっかそっかそっか、それはちょっと気にするかもしれない、うん、で、増山さんがちぎっているのは悲しいとですね、確かに俺はじゃあもうデコる前から負けてたわけですねこうやった瞬間にこの瞬間に俺はもう負けてたんですまあこれ第一段階です。そうね、はい、まだまだ逆転は可能なので、ではアマさんのキュンとくるセリフまで3219。あー、ごめんね。いや、なんか急に呼び出したのもあれだけどさ、最近めちゃくちゃ頑張ってない？いや、そんなね、謙遜しなくていいよ。いや、本当にあの女子として日頃の、仕事を見させていただいてますけども、あの必死に頑張ってくれて会社のことを思ってくださってるんだなっていう熱意がぐんぐん伝わってきます。なんかちょっとあくまでもね、上司と部下っていう関係っていうことだけども、今回ですね、ちょっと特別感を出すために僕の方でこういうバレンタインをね、僕が、男の僕がバレンタインをちょっとご用意させていただきました。よかったらこれ召し上がってください。あ、ありがとうありがとう。でね、実はね、そう、失敗しちゃダメだからさ、先に自分の方で、ね、こうやって作って、ね、ちょっと文字ちゃんと書けるかななんて練習したりしてね、ちょっとねなんかね、わけわけじゃないけどね、なんかね、これでこれを食ってね、二人でね、ちょっとね、またね、今日も一日、そして明日からもね、仕事頑張ろうね。じゃん食べて寝ちゃって、またね。やったー、俺完璧なもの出しちゃったかもしれない
そんな下手に出る。じゃあ次は僕なのでね、点数的に。あ、そっか。じゃあ小松さんのキュンとくるセリフまで3、2、1、キュン。戦いてー、戦いてー。どういう状況？職場。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、戦わせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あれでしょ、これ。ボビーだね。ああ、お疲れ。ボビーだよね。いや、そんなに操られて辛くないのかって。正直、カメラ2台もう戦いたくないかな。やっぱり、自分の言葉じゃないんだ、あれって。本当は俺も戦いたくない。何を言っているの？でも、君とは自分の言葉で戦いたいなって。思ってる。だからあんな操られた戦い手じゃなくて本当の気持ち伝えてもいいかな。君と戦い手。さあ、というわけで次は、ちょっと待って、これ胸キュン企画でよかったんだよね。一応そうです、胸キュン、そうです、そうだよね、秘密のですから、秘密を、そうだよね、いつも不特定多数に使われてる言葉を特定の社員の方だけに向けたということですよ。はい。ああ、じゃあ次行きましょう。何今の。うわー、怖い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 、うわ怖い怖い怖い、今のガス、ああ、何だったの。キャパオーバーして処理しきれない。じゃあ松山さんのキュンとくるセリフまで3、2、1、9。お疲れ。バレンタインデーだっていうのに一人で残業、大変だな。でもそんな仕事熱心な君を見てると俺もいつもなんかこう励みが出るっていうか、仕事に張りが出るっていうかさ、お前のおかげで俺も仕事頑張れちゃってるな。そんな頑張る君に今日は俺からのちょっとだけ早いボーナスあげちゃおうかな。いつも本当にお疲れ。俺たち KFO4 人からの思いがこんな形になったよ。ちぎられて、ほんと一緒にしないでほしいですね。ほら見てごらん、ハマーの裏側。綺麗だろ。綺麗だろ。これ食べてさ、また明日からも一緒に頑張ろうな。じゃあここ置いとくから。また明日。終了。一人じゃなくて4人からの気持ちになる。え？でもなんか、ま、巻き込み事故になりましたよ。いや、だって綺麗な裏側でしたよ。ボロボロ。ほんとボロボロだ。では松本さんのキュンとくるセリフまで3、2、1、9。いや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 、右手何持った？暇ナンパ。あのちょっとほら、そこの食堂でさ、あまりもん練ってみたらこんなんできたんだけど。ああ、ブロッコリー、ブロッコリー。ブロッコリーペースト状にして、チューってやったら、こんなんなっちゃった。大嘘つきじゃないか。ああ、そうだね。ジム行く約束してたけどさ、ほら、俺三日坊主だから、なかなか一緒に行けなくてごめんね。でも、そうっすよね。こういう時、三日坊主。君だったら、こういう健康志向なケーキとか、喜んでくれるかなーなんて思って。ちょっと作ってみたんだけど、どうかな。うん、青いな、匂いが。食いたくねえ。あ、カロリーが高そう。じゃあ後で一緒に食べよう。あっちのオフィスで待ってるから。じゃあね、早く来て。はい。ちょっと待って、まーす。わっかんねえな。わかんねえ。嘘ついてたじゃん、それ。だってブロッコリーじゃないじゃん。ブロッコリー、いやでもそれ食べて甘いっていうのを見たいなと思って。びっくりさせたい。びっくりさせたかった。シンパシーチーム、お互いのフォローすごくないですか。だそのね、そうだよね。だそのだから実はっていうとこも含めて秘密っていうテーマにかかってるから、そういうびっくりな味も秘密だったんだよっていう
とこにもかかってるから。そうなんだよ。まあとにかく4人分終了したということで、ね、これで、総合優勝が決まります。発表します。はい、胸キュンゼリフ対決は浜さん3点、おー、うん、まあまあまあ、小松2点、おお、増山さん4点、マジで、増本さん2点、なんでやということで、総合優勝は浜さんです。イエーイ。あ、そうか、浜さんはいい意味でストレート、あー、ね、うん、アウトだね、僕はやっぱり愛は戦いじゃなかった。え、なんでなんでそれじゃダメだよ、決まんなかったよ。で、増山さんが、セリフでは優勝ですけど、うん、トレンディーという、おー、待って待って、あの、ちょっとそりゃそうですよ、昭和な、昭和な感じが、そう、響いたんですね。増山さんは、うん、こちらも分かりませんでした。何一つ伝わってなかったの。俺も分かりません、最低点、総合3点。そうだ、じゃあ 10点中3点ってことですか。10点中3点、マジか、さんは赤点ですよね。赤点ですね。そうですよね。そうですよ、留年ですよ、留年、この人。わかりました、頑張ってください。頑張ります。すいませんでした。勝った浜さんにはスタッフの男性からの友チョコがあります。やった、いいな、よかったな。じゃあ僕が代理で受け取ってきますね。あ、そっか、いいな、別にそんなあれか、ほら、え、え、めっちゃ忙しい。はい、ということで、あ、こちらいいやつ、ハッピーバレンタイン、イエーイ、ありがとう。これめちゃくちゃ美味しい。あ、そうなんですか、うん、あ、でもちょっとなんかお酒のおつまみにももしかしたらなるかもしんないやつじゃない、これ知ってるよ、途端にいい顔する。ありがとうございます。はい、というわけで僕たちからの社内チョコはどうだったでしょうか、はい、社員の皆さんも素敵なバレンタインをお過ごしください。ではここで警報カンパニー、いや取り返せないよ。言っとくけど、2月16日に開催の K4 ドリームマッチ奈良瀬修行のゴングイベントにて、グッズの一部が先行販売受付中です。はい、イベントに参加予定の方も当日行けないよっていう方もオンラインで購入できますので、ぜひチェックしてみてください。はい、さらに K4 カンパニー慰安旅行 in 河口湖魅力発掘初めての4人旅 DVD が2月3日より予約受付中です。はい、社内販売とアニメイトで特典が異なるので、詳しくは公式ツイッターでご確認ください。お願いします。2月16日開催の K4 ドリームマッチイベント会場でも DVD の予約ができます。会場予約特典もあるので、こちらもぜひチェックしてみてください。そして初の日めくりカレンダーエブリデイ K4 も好評予約受付中です。先行予約は2月29日土曜日までなので、お見逃しなく。というわけで、お相手は小松翔平と柿種キッチン浜健人と3点の増本拓也と松山孝之でした。お疲れ様でした。お疲れ。ヨナ追加設定会議。やめよ。完全に火傷します。食え、守る。これ食え。ひどい。イジスタチャンネル登録よろしくね。